国立アメリカ空軍博物館で展示中の J79J79 部分解説図ゼネラルエレクトリック CJ-805J79 は1950年代後半から1960年代の超音速軍用機に多用された一軸式ターボジェットエンジン。ゼネラルエレクトリックが開発し西側各国で総計1万7000機以上が量産された 従来ジェットエンジン分野を主導していた、イギリスの水準を超えた、初のアメリカ製エンジンの一つである。前作 J73 をもとに、M29 を狙った発展型 J73GE-X24A の歌唱で、1950年代、初頭から開発着手された。亡命ユダヤ人の主任設計者、ゲルハルト・ノイマンは、小型化。 小型化を目的として、当時すでに少数派となりつつあった単熟式を、あえて選択した。圧縮規制欲を、全可動式とすることで必要な効率を確保、チタニウム合金の積極採用など、意欲的に、新技術に挑戦したため、実用化には、比較的長時間を要した。初の空中試験は1955年5月20日に、4発。 爆撃機ノースアメリカン B-45C の爆弾層から吊り下して行われ、主エンジンの J47 を全停止し、J79 単発のみで飛行した。実機への適用は、1956年2月17日に、初飛行したロッキードイフマ IF-104A によってで、J65 からの乾燥によりイフマ IF-104A は、世界初の M2 級戦闘機の名を、 航空誌に刻んだ。また、同年、XF4D-1 の試作2号機が J79 の追加試験のため GE に対応され、元々は、1000音速機の F4D を水平飛行で音速突破させている。グラマン F-11F-1 タイガーでも J79 搭載の性能向上型が試作され、最高速度は M2 に達した。 構造的に複雑かつ、軽金属を多用した初期型は、運転温度に制約が強く、前述の F-104 は、それゆえに最高速度が、M2 に制限された。後には一部を鋼化させるなど、生産合理化や耐熱限界の向上が図られており、これを搭載したイタリア空軍の F-104、S や、F、F-4 戦闘機においては、最高速度は、 M2 を超えている。以降30年以上にわたり、アメリカのみならずベルギー、カナダ、西ドイツ、イスラエル、イタリア、日本においても、総計1万7000機以上が生産された。イスラエルにおいては、ネッシェルの改良型で歩くフィルの搭載エンジンに採用された。ネッシェルのアター9エンジンと、同程度のサイズ、重量でありながら、 水力と燃費効率の双方に優れ、その高性能を示した。また、アメリカ軍の初期の超音速機に採用された J57 エンジンとの比較では、より小型でありながら、なおかつ水力に勝っていた。F-8 戦闘機のエンジンを J57 から J79 に換装した改良型である V-1000 は、正式採用はされなかったが、 その高性能を高く評価されている。欠点としては、特定の回転域で強振による独特の騒音を発し、また、濃く視認性の高い排気炎が、戦場における脆弱性を高めることが、ベトナム戦争時の戦訓で判明している。また、コンベアの要請でコンベア880向けに開発した、民生版 CJ-805 は、 高価な耐熱金属の使用量を減じたため、ホットセクションが溶解するトラブルが多発し、燃費や整備性も悪化させたために不評を極めた。CJ-805 は、手動カラベルのアメリカ向け原型機1機にも使用されているが、燃費向上策で、アフトファンターボファン化された CJ-805 から23は、搭載機コンベア990が、 少量生産に止まったために普及しなかった。また、戦闘機用途でも、P&WTF30 以降は、アフターバーナー付きの超音速ターボファンが実現した、ことで、短軸式の限界に挑戦しながらも、旧式の純ジェットに過ぎない J79 は、間もなく車用化した。とはいうものの、1970年代末においても、エンジンを J79 に換装した。 F-16-79 が開発されるなど、かなり後の時代になっても、当エンジンは高い評価を維持していた。当機は、ノースロップ F-5E-F、e、の後継機として提案された、途上国向け戦闘機であり、いわば F-16 のダウングレードバージョンではあるが、未だ第一線の戦闘機用、ジェットエンジンとして通用することを示した。ただし、 この機体は、新型エンジンを搭載した、純正の F-16 の輸出が解禁された、ことにより、試作のみに終わった。J79 の開発、及び F-104 が達成した数々の新記録により、1958年のイマンと、GE はコリアトロフィーを授与され、さらに、F、F-104 設計者のクラレンス・ジョンソンや、アメリカ空軍と共に、 ダブル受賞している。大水力機としては当時でも異例の短軸式で多数の可変性欲を備えた17ステージの圧縮機により二軸式よりも軽量化しつつ同等の圧縮比を確保している。タービンブレードの一部は切削チタニウム製で現在ではオーバーホール時に単価あたり数千ドル要するとされる。スロットル回イドによっては排気流が バイパスフラップによって上乱され、独特な共鳴音を発する。このため、ナサキの F-104BN819 なには、ハウリング・ハウランドの愛称がついた。ターボシャフト版は、LM1500 の名で、発電やパイプライン圧送用に、陸上で、船舶推進用に、海上でも使用された。また、当エンジンの時空受け機構は、後に、 住友金属工業が担当した新幹線0系電車の主軸を設計するにあたって参考とされた J79GE-3 と IF-104A スターファイターアメリカ空軍博物館の J79GE-15A ありがとうございます。